ウィーバーあら、かわいいですね、この帽子。ここに入れると、ほら全部の帽子に対応してるんですよ。ほんとだ。確かに弾力あります。戻ってきてるのかな。はい、はい。はい、今日も見てくださってありがとうございます。現代忍者タクです。ニャンニャンピョンピョンということです。稲川先生のベースに来ております。皆さんもすぐ分かると思います。はい、今日はですね、はい、第3弾アマゾンで買える防犯グッズシリーズでございます。はい、第1弾はですね、防塵ベストでした。4000円に買えるなかなかの優れものでした。第2弾はですね、防塵手袋、うん、防塵袖、スラッシュには耐えれたけれども、突き刺すはアウトでしたね。はい、うん、そして私また見つけてまいりました。はい、第3弾でございます。はい、帽子、帽子でございます。はい、かぶっていただけますか。はい、あらかわいいあらかわいいですね、この帽子、うん、これはもうでもおしゃれでいい帽子ですね。かわいいですね。はい、これは何ですか。これの帽子が何なんですか。これ実はですね、はい、ちょっともう一回撮っていただきます。はいはい、で裏面ちょっと写しますね。あ、なるほど。なんか衝撃を耐えれるようになってるのか。ヘルメットになってるんです。街角でね、うんうん、ヘルメットかぶって歩いてたら気持ち悪いでしょ、うん、こいつどうしたと思うでしょ、うん、なので帽子風ヘルメットでございます。なるほど。こちらが防犯グッズとしてですね、アマゾンで売られてるわけですよ。すごく心配よこれ俺は触ってるけど、はあ、僕の中では心配です。これもうすごく触ってて思います。心配です。でも武器にはなるじゃないですか。はい、はい、まあ、武器じゃなりますよ、ね、ここに 何でしたっけ、あれつけますよね。うん、これなんか、いや多分ね、これいい武器になると思う、はい、このツバもね、ツバ使ってすごい硬いしね、はい、あとここも使えるんちゃうかな。ああ先生にね、うん、それはもう前回のちょっとだけいいですか。手ちょっと待ってください。ここ例えばさ、これヘルメットだったら、はい、どうなの。危ないわ、こんなの。これ強いね。これ最強の武器にはなるけれども、武器だよね、これほら。危ない危ない、おいほら、おい、はい、ただこれで身を守ることができるのかっていうことを検証したいわけですよ。はい、そしたら教えていただくと言ったらこの方しかいないでしょう。いないですね。稲川先生お呼びしましょう。はい、はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先生また買ってきました。はい、戦闘車のガチレビュー評判が良くてですね、触ってて、はい、防犯グッズとして売られているわけです。これちょっと確かに薄いような気が。あ、でもね、はい、これさ、はい、色の方にはまんじゃない。なるほど、先生もう早速応用してるじゃないですか、うん、こっちにもはまる。あ、本当だ。だからこの中がすごいのかな。じゃあその中がどこまですごいのか。これはもう普通の帽子になりましたよね。うん、これはケプラーじゃないし、ここ、はいはい、そう、これは普通の帽子、多分帽子、はい、これがすごいんだと思う。先生あれですね、これだけ販売すればいいじゃんって話ですよね。そうだねで自分の好きな帽子には入れろということ。ただ今から検証するのはこれが衝撃に耐えられるのか、はい、ここね、ここの裏に入れられるようになってました。はい、ここに入れるとほら全部の帽子に対応してるんじゃん。あ、本当だ、全部の帽子に対応していいんだよ、やっぱり、うん、だからはめ替えて使ってもいいってことですね、うん、そうですね。ここまではちょっと、ね、知らなかった。なかなかいいじゃない。ちなみにいくらだったの。実はですね、うん、2000円台で買える。あ、2000円台で買ってこの黒い帽子嫌だったら今みたいに入れ替えてカスタマイズ、はいはい、できますもんね。ここが取り替えがこう、うん、で実際に先生あれですか、やっぱ防犯グッズなんで頭部を守るっていうのは当然大切ですよね、はい、今のご時世。いや、大事ですよね、はい、だから頭を叩かれるっていうのはなんか物落ちたりとかガラス落ちた時に刺さったりとか、あと棚の物が落ちる、地震が起きたり台風とかで被ってた時にガーンと落ちてくるのを阻止するっていうには、はい、お子さんにはいいんじゃない、うん、すごい危ないって被せた、あとはどんぐらいのその衝撃でここまで安全ですよとかもしたいですね。はい、はい、じゃあちょっとでは試しましょう。試しましょう。はい、はいはい、ということで出した、はいはい、じゃあ準備が整いましたので検証していきましょう。検証しましょう。まずはちょっとね、確かにこのまずこれを一回バーンと落としてみましょうか、うん、ちょっと待ってくださいね。あれクッション性があるね。あ、
こう蛇腹になっててクッション性があるんで、弾力あるんで、確かにこれ押すとそうそうそう、ちょっとクッション的にしてなるっていうね。そうですね、このクッションがないとただ割れるだけですよ、ね、うん、衝撃を多分吸収してると思うんで、うん、はい、じゃあどのぐらい衝撃吸収してくれるのか検証してみましょう。はい、はい、じゃあ、あ、確かに弾力あります。戻ってきますか。はいはい、これちょっと高めから、はい、はい、あ、でも中にどんだけ伝わってる、ね、まあ、先生ちょっと一回これで軽くやっていただいて、はい、いきますか。はいはい、ああ、そうです、手はギリ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 、じゃあオートチャンプちょっと、あのこれ先生結構重いっすね、あんまりドンドンドンってくるね、まあ、だからこれに耐えれるっていうことはかなりの衝撃に耐えるってことなんですけど、実際もう一回オーダーチャートで入れてみる、手を入れてみましょうか。ファンタジー取締りに手の方を入れたいなと思います。はい、これいってみますね。はい、で今度上から落っこってくるじゃないですか。はい、あ、なんか全然重いけど全然落下衝撃耐えられる、耐えれますね、全然余裕だ。次は瞬間衝撃っていうのがあって、はい、衝撃に耐えるのは分かったんですけど、今度落下じゃなく、落下じゃなく坂口がヌンチャクでやろうとしてるんですが、たまたまそのヌンチャクがここに当たったら大丈夫、当たらない、大丈夫です、イエーイ、ここだから、はい、いや、危ねえわこれ先生、当たらない、当たらない、当たらない、信用しない、信用できない。俺長年、はい、リボーの時も一回ヌンチャクやったんだから、絶対大丈夫ですから、はい、でここが行くか、さっきがあればここに行って、でも俺が一番信用できないんだ、こう行ったら終わりだよ。あれだわ。タルメから行きますよ。ちょっと失敗しないで。どう？余裕です。余裕？おー、怖っ。おー、大丈夫。大丈夫ね。おい、いけるね。おい、いける。はい。はい。大丈夫でした。けどね、はい、リアルなこと言っていい？うん、結局、かぶらなきゃ意味ない。これ別に、ハンドガードじゃないんですよ。そうなんですよね。ヘッド。ヘッドガード、ヘッドガードなんですよね。これね、ゼロレンジのね、特殊警棒。はい、そうですね。ちょっと一回自分でやってみて。そうだ、怖いね。そうっすね、ちょっとできない。そうっすね、うん、あー、でも、あ、結構頑張れるね。頑張れる、うん、あー、すごい。あー、え、ちょっと待って、うん、どうしたどうしたダメだね。え、ダメだと思う。え、企画これで終わっちゃいますよ。ダメだと思う、これ一旦被ってみて。多分、だって一番強度が似合ってるね。俺たちも似合ってるよ。わー、違和感ない。じゃあまず手の衝撃やってください。妻が痛い、妻痛い、はいはいはい、痛い、あかん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 、この嬉しさが違う、なんかなんか、あなたは細胞分みたいになってるよ。うん、あなたは大衆演劇の親方じゃないですか。この、あなた、痛いぐらい痛いから。ハマっちゃってんじゃないですか。明日ちゃんもやってみる。やってみますよ、この衝撃。ちょっと、ちょっとこれファンタジーじゃないから。あのね、手で痛いってことだから、ね。うん、手で痛いんですよ。手で痛いんだよ。だからもうこれは使わないんだよ。これはちょっとね、タンコもできてるもん。うん、これで、かぶる。かぶる。妻のところがちょっと足で痛いから、はい、ちょっとこぼれた方がいい。こう、こう。足田こっち向いていただけます？不審者だな。うん、足田は似合ってないね。ケルトは似合ってたのに。似合ってないっすか？じゃあ足田、はい。じゃあちょっとはい、帽子かぶってですね、坂口さんのモノマネいいですか？はい。やるしかないじゃん。え？そんなこと言ってる？え？じゃあちょっと芦田の得意なですね、石井東郷先生のモノマネ、はいはいはい、すいません、石井東郷今やるんですか、今やる、今やる、はい、たっちゃんまだ痛いの、これ薄いよ、これやだよ、今ちょっと似てるね、今ちょっと似てる、似てる、似てる、稲川先生が俺のマネしてみてってよ、あのね俺のマネしてみてって、実は明日はしょっちゅう稲川先生のものまね、嬉しい嬉しい、はい、そういうのは嬉しい、あ、嬉しいですか、うん、じゃあちょっとやっちゃって、うん、うん、たくさんがこれ信じてやってくれるっていうんで、うん、俺はそれだったらついてみますで、ひどいな、似てるかも、似てるかも、まあ、ちょっと先生は似てないですねじゃあちょっと強めでいいかな、いや、ひどい強めで強めでいいかもでも、たくちゃんの手もいいけれども、うん、
その絵撮ったんで先生が宮川先生に芦田ちゃんの頭パーンやってもらって、まあ、手だからね、手で手だから皆さんこれヘルメットで売ってるんですから、はい、そうだね、これとかだとちょっとちょっと、うん、衝撃映像になっちゃいますけれども、はい、そうそう、で芦田ちゃんとこう押さえてた方がいい、はい、ここが、ね、先生この一番のところにちょっとウェーブかけてパンと落としてください。で芦田、はい、ここね、大丈夫大丈夫、ヘルメットだから。そうですよね、皆川先生ちょっと手のひらだからね、手のひらですよ、はい、全然大丈夫、全然大丈夫だよ、ね、アスタ、はい、ふわっふわっふわどうした、稲妻でした今ちょっと雷に打たれた。これさこれ、うん、どう、ヘルメットの保護はある、傷にはならないですけど、うん、衝撃は無理っすね。この帽子はあの継承結果でいくと、はい、例えばあの小石が押した分にはいいわ、はい、小石だけどね、多分工事現場から結構のものがこうトンと打ちたくて相当来るのよこれはダメですね、衝撃が入る、ダメだよね、ダメです、ダメです、あの傘が全然あの少ないんで、これだからさっきこれで強めにやった時にいやこれあかんわ全然耐えられない、硬いものの方がもっと耐えられない。ないですよね。ちょっと軽くね。まずこれぐらいだったらいいでしょ。あ、大丈夫です。これぐらい大丈夫だ。ほんと軽くよ。はい。ダメだよね。先生、はい、どうでしょうかこの戦勝結果。これはやばいと思う。あ、やばい。いや最初ちょっと押してみたら、はい、ちょっとドキドキしたな。で、はい、ケーブルとかそのアイコンであるのかなと思って。全然ちょっとドキッと、だからこれを逆になんかあの何で使えるのか教えてほしいな。これって何に使うんだろう。なんか通学用の、あの、まあ、学生さんとかがこう転倒防止とか、あの転倒した時に傷にならないようにっていうので、あの安全棒あり、要はあの、はい、その水傷にはならないんじゃない。ならない。だけどあのそんな自転車の時のあのみんな被ってヘルメットの方がいいと思うよ。まあ、これがね、稲にね効くのよ。ただそのおしゃれということで。普通に帽子をかぶってると思いつつ、これね、もう一個この今検証したのを、はい、ちょっと帽子置かしていただいて、はい、これだったじゃないですか、はい、これをちょっと、はいはい、これでいく、これでいく、どこだね、結構努力しました。うわこれなんかウェーブでちょっとあのふわっといやで、そしてね、太田、戻っちゃいないのよ、これ。あ、だから、がっつりやっぱ行くんだよね。ダメですね。これダメだね。ちょっと分かりました、はい。はい、もうこれ以上をもう検証できません。ということで。初めてじゃない？ちょっときついよっていうね。わかりました。これはもう、これ以上広げようがございません。そうだね、面白いね。はい、だから、販売されてるところももうちょっと改良して、そうですね、さらにいい人が入れたら、ああいいですね、いいところですね、スポンジ、はい、なのでこれはあのアマゾン2000円弱ぐらいで買えますが、おすすめできないですね。おすすめはちょっとできないですね、はい、だから概要欄に貼りません。はい、はい、ということで、はい、また、激安防犯グッズの方をですね、はい、稲川先生に、レビューしていただき、また検証していきたいなと、思います。はい、はい、ということで、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録してくれてありがとう。ウィーバー。